はい、皆さんこんにちは行政書士合格の取説野端の,のズバッと重音論点ポイント解説講義第14回目を行っていきますよろしくお願いしますはい、今回は商法会社法編ですねこれ1回しかありませんがまず商法会社法の位置づけはえ本試験で5問の出題ですそして合格レベルの方でも5問中2問ぐらい正解できれば十分なんですね もともとが細かくて難しいよっていうこともありますしなかなかねやっぱり手が回ってこないのもあるので合格レベルの方でも2問ぐらいしか正解できてないですただその正解できる2問のうちの1問にほぼ確実に入ってくるのが株式会社の設立ですね会社を作る段階ですからまず今回この設立をしっかりお話をしていくのでこの1問を確実に取るという姿勢を身につけてください そして、その後に時間ができたら、もう一問、もう一問って形で範囲を広げていく。それが一番効率のいい商法会社法の勉強の仕方です。はい。では、早速見ていきましょう。テキストの22ページですね。株式会社の設立、こちらから見ていきます。で、初めにも、まあ、ありますけども、まあ、自分が会社を作ったらっていう感覚で見てもらうのが一番いいかなと思います。 もしくは行政書士として会社作ってくれって依頼を受けたらっていう体で見ていただくと理解が深まるのかなというところね。で下の講義使いが、まあ、大きな流れなんですが会社を作るときに大きな2つの枠組み、発起設立と募集設立があると。でどう違うのかというと発起設立は会社を作りたいと思ったメンバーだけで最後までやっていく。 で、募集設立は、会社を作りたいと思ったメンバープラス、その会社に将来性を感じて、投資をしたいと思っているメンバー。そのメンバーがお金を出して参加していく。これが募集設立ですね。まあ、ほとんどね、今の日本だと、発起設立で作るんですが、試験的には両方出てきますから、分けて押さえていただきたい。ただ、基本的な作り方は、最初の方一緒なんですよね。だから、 どこからどこまでが一緒なのかってことと、その後何が違うのかってことがちゃんと分けられれば、あの整理がついて、一問拾切やすくなりますからね。はい。ということで、具体的には次のページからいきましょう。発起設立から見ていきます。まあ、発起設立でも、募集設立でも、最初は一緒なんですよね。会社の基本ルールを作らないといけません。会社を立ち上げる方のことを発起人と言いますが、 発起人がまずしなければいけないのは、定款を作って、交渉人の認証を受けると。まあ、交渉人役場っていうのがあって、まあ、そこにいらっしゃる方のチェックを受けて、まあ、この会社は大丈夫っていうお墨付きを最初にもらっておくんですね。で、いきなりこう発起人のって言葉が出てきましたけど、ワンポイントの2番のところ。 実際に会社作るのに関わったかどうかは関係ないんですよ。とにかく、定款に署名さえしてしまったら、会社法上は発起人です。逆に、どんだけ会社の設立に関わっても、定款に署名していなければ、発起人ではないんですね。だから、むやみやたらに、あの定款作るんで名前だけ貸してくれって署名しちゃうと、あの会社法上発起人ですから、何か、 会社の設立過程で問題が出ると責任を負っていきますからね。あの、できればそれは避けた方がいいです。はい、戻していきましょう。さあ、ここがポイント。先ほども伝えましたが、定款は交渉人の認証を受けなければ効力を生じない。これはチェックね。あと、その次のところですが、定款には以下の事項を必ず記載しなければいけない。といって、1番から 6番まままでででありますす最低限定管理は1から6までを決めなないいと会社が作れないんですねただこれってあの上から見ていってあの当たり前だなって思うことは覚えなくていいですよ。あそんなの定款で記載しないといけないんだなってことをね中心に押さえてください。これ講義なんでチェックしていきますけどね。はい1番目的目的。 なんで会社があるんですか会社の目的ね。結構抽象的でもいいみたいですが、目的を書かないといけない。そして、称号。会社の名前何にしますか当然これ必要ですよね。あと、3番。本店所在地どこにしますかあの、視点は別に書かなくていいよ。というか、会社作る段階で視点って設けますかね 会社作って規模が大きくなったら支店作っていきますけど最初から支店って想定しがたいので当然これ本店だけ書けばいいんですねはい、4番会社を作るときに、まあ、どれぐらいこの会社にお金を出すのかっていう財産の価格もしくは最低額ですこれを決めておかないといけませんあとは発起人の氏名名称と住所です であのー、後回し OK にも書いてますけども、今見た1番から5番は、交渉人が定款認証するときにもう決めておかないといけません。ただ、6番ね、これ分けとくといいかな。よいしょ。ここで分けましょうか。ね、1番から5番までは、まあ絶対決めておいてくれと。で6番、何かというと、こいつが発行可能株式総数。 会社は株を発行して資金をねあの、手に入れますから、この会社が何株発行できますかってマックスの数を決めておけっていうのが発行可能株式総数です。ただ、これは一番最初の段階で決めるの難しいですよね。こうある程度構想が煮詰まったところで、じゃあうちの会社は100株出しましょうかって決めるわけですから。はい。6番については、 別に定款認証時に決めなくても構いません、チェックはしないんですけどね、あとあと発起人が全員同意によって決めてもいいし、まあ、募集設立っていう作り方の方では、創立総会っていうね、あのー、みんなが集まる会があるんだけど、そこで決めればいいので、はい、1から5までが絶対に定款認証時に決める、6番だけはすぐに決めきれないことが多いので、あとあと決めてもいいぞ。 ということを押さえてあげてください。はい。あとは、その下の黒ポチもめちゃくちゃ大切です。うん。何か、どうしてもね、ここに意味がくるからね、変態、設立事項。変態、変態です。どういうことかっていうと、例えば具体例からいきましょうか、1番、2番、3番、4番、これが変態、設立事項って言います。分かりやすいのが3番ですか 発起人の報酬。会社を作るために頑張った発起人に報酬を与えることとする場合、これってどう例えば、発起人が会社作りました、いや、頑張ったね、頑張ったね、じゃああなた、報酬5億円これちょっと困りますよね。できた会社からすると、発起人に5億を渡すわけですから、これ、発起人が不当な利益を得ますよね。これ避けたいわけですよ。 あとは、現物出資。基本的に、発起人はこのあとね、会社にお金入れるわけですけども、お金じゃなくて、例えば土地とか建物とか車とか、そういったもので提供することがあります。ただ、これも、これ500万の車ですよ、現物出資した結果、実際100万の価値しかなかったら、400万損じゃないですか、会社がね。こういうのは危ないわけですよ。つまり、 これ会社作るときに際して、発起人が不当に利益を得そうなものに関して、変態設立事項って言うんですで。それを防ぎたいのがこの規定です。なので、1番、2番、3番、4番を発起人が決めたければ、やりたければ、必ず定款に書いておいて、さらに裁判所が選任した検査役の調査を受けなければいけないと。 検索の調査を受けなければいけない。受けた結果、ちょっと発起人の報酬が大きすぎませんかとかね、多すぎませんかとか、現物出資、これちょっとおかしくないですかって言ったら修正入ります。はいまず、変態設立事項とは何なのか、4つ押さえてね、現物出資、財産引き受け、発起人の報酬、設立費用。これは定款に書いて、裁判所が選んだ検索の調査を受けてくださいね、なんです。 ただ、これ、毎回毎回裁判所が出てきて、検査役を選ぶのって結構大変ですよね。1年でものすごい数の会社ができるわけですから。はい。ということで、次のページ。検査役の調査がいらない場合ってあります。ちょっと細かいので、無理して覚えなくてもいいんだけども、まあ、例えば1番ね、まあ、変態設立事項として記載した額が小さいと。500万超えなければ、 そんなにね、あのこのあと、会社ができたときに、会社の損害もないでしょう。額が少なければ検索はいらない。あとは3番とかで、現物出資が相当かどうかについて、しかるべき資格を持った人が証明すれば、それは構わないと。何でもかんでも裁判所が検索を選ぶと手間ですから、それを避けるための規定が1番から3番です。ちょっと細かかいですから 余裕ができてからで構いませんはい、いではその次ですね。さあ定款の認証を受けますよ。定款の認証を受けますよ。このあとは、じゃあ、過去発起人が、じゃあ、会社がね、将来発行する株を何株もらうのか、何株もらうのかイコール、いくら出すのかです。株って買うんだから、何株もらうのか、いくら払うのかですね。 はい、これを見ていかないといけませんで。それはね、発起人全員で決めるんです。発起人全員で決めます。うん、で右の方を見てください。発起人っていうのは、会社を作る段階で、少なくとも1株は引き受けなければいけません。ということは、最低1円は会社に出資しないといけません。書いていきましょうか 最低1円は出資しなければならないと。ということですね。まあ、会社作っておいてね、株を全く引き受けるのは避けていただきたいから、最低1円は出資してくださいねということの裏返しです。はい、よろしいでしょうか。あと、実際に、まあ、何株引き受けるかって、 全員の同意で決めたわけですけれども、じゃあそこに対して、お金をね、会社に払わなきゃいけません。全額を払い込むか、全部の給付をしてください。一気に全額ね、一部だけ払うんじゃないよ全額を払ってください。もしくは、あ全部の給付、現物出資をしてください。で、もし、 決められた期日までにお金が払い込まれない場合、どうするのか、他の発起人は、期間定めて、その期間までに履行しなければならない旨を通知します。つまり、あと1週間待ってやるから、1週間で必ず振り込んでね、通知。で、そうしたにもかかわらず、払い込みがされなければ、そこで初めて株主となる権利を失います。 結構優しくないですか最初で決まってる日を過ぎてるんですよ。で、発起人がもう1週間ぐらい待ってやるからといって、その期間に払わなければ、そこで初めて発起人は株主となる権利を失いますはいまあちょっと書いておくと、払い込みがされないときに、発起人は株主となる権利を 当然に即な,く,なるわけくすわけではない。払い込みがなかったら、株主となる権利を即失うわけではない。これね、当然失権ではないという言い方をします。当然失権ではないって言い方をします。はいまあ、後回し OK に、募集設立との比較がありますが、これ後で見ていくんでね、とりあえず今回は、発起人が出資をしない場合、 当然、執権ではないと押さえてください。はい。で、次、25ページのところ。まあ、具体的に何株発起人が引き受けるかということが決まった後は、さあ、会社ができた時の取締役を選んでいきます。取締役などを選んでいきます。で、ポイントは、発起人の議決権の過半数ね。 議決権の過半数です。まあ、これ、最初の方は、誰が何株もらえますかって決まってないですから、基本的に、発起人の頭数で決めたりとか、あとは全員同意で決めるんですが、この段階だと、まあ、まだ会社はできてませんから、株って言い方はしませんけども、まあ、将来何株もらえますかって決まってるので、まあ、それ相応の議決権があるわけね。会社法の世界では、 たたくくささんん株持っていればたくさん発言権があるで今回それを適用するので、まあ、最初に多くのね株式を引き受けることになっている発起人はたくさんの議決権持ってるわけですよ。発言権が多いわけね。はい、発起人の頭数で決めるわけじゃない議決権の過半数です。あとは皆さんの感覚だと取締役ってすごいいろんなことができそうなイメージだよね。 ただ今回、会社ができるまでの取締役っていうと、できることは非常に少ないんです。これ、覚えておくと結構便利です。うん。あの、3つしかできないんですよ。下記の事項のみ行うことができるとありまして、3つしかできません。この3つ以外、これ以外ね。これ以外は っき,りですっきりの権限、ね、と押さえておきましょう設立時取締役ができるのは、まあ、会社を作る段階に何か法令違反ですとか、定款違反がないかの調査をする、あとは会社を作る最終段階は設立の登記なので、まあ、その登記を申請する。 あとは会社ができる段階のトップ、代表取締役を決めていく、はい、この3つしかないんですね。特にやはり、法令定款違反の調査に関して、これが発起人の権限ですよって引っ掛けてくるケースがありますから、これは、ね、取締役の権限です、はい。というところですね、あと、まあ、5番のところはさっきも言いましたけども、 会社ができるために最後にすることは設立の登記申請ですはい次が26ページ募集設立です途中まではこれ一緒なんですよねちょっと戻っていきましょうか22ページですね戻っていただいてまあ、発起人の定款作成から発起人が出資履行するまではこれ共通なんですよ違うのは募集設立はまあ、この会社に将来性を感じるって人が その株式を欲しいよって言ってお金を出していきますから、それを決めるところですよね。そのあたりが違いますんで、そこを確認していきましょうか。はい。で、えっ、ー、と見ていただくのが26ページですね。で、株主の募集のところなんですが、2つ目のところをチェックしておきましょう。さあ、株主になりたい人は発起人に対して申し込みをし、発起人は株式を申し込み者に割り当てていきます。 割り当て,ていきますで、ちょっと書いておきましょうか、割り当てるのところで、株式割り当て、自由の原則と。どういうことかというと、うちの会社の株欲しい人っていう人がいて、はいって言ってるわけでね、僕は1000株欲しいですって言います。 でも1人に対して1000株与えちゃうと、それ将来大株主になって、会社に発言権を多く持ちますから、それ避けたいわけですよね。だから、1000株欲しようって言った人に対して、100株しか割り当てない。これは自由なんです。50株でもいいし、500株でもいいけども、自由です。これを株式割り当て自由の原則って言います。はい、書いておいてください。あとは、実際に100株、 あなたに渡しますよって割り当てられたとき割り当て受けた人は当然これお金払わなきゃいけないわけね割り当てられた株式の数に応じた払い込みをする義務がありますで気をつけてください払い込みをする義務払い込みをする義務でワンポイントの一番のところなんですがこの場合必ず 金銭で払い込みをしなければいけません。つまり、発起人は現物出資ができたんですが、この募集株式の、あ募集設立の株式引き受け人は、これ、現物出資できないんです。あの、なんでかっていうと、これも戻っていきますけど、現物出資って、やるとしたら、 え最初に定款に書いておいて、裁判所が検査役の調査をしなければいけないんですよね。裁判所が選んだ検査役が調査をしなければいけない。これ、どのタイミングですかっていうと、結構最初の段階でやっていくわけですよね、認証。で、募集設立で、えー、と株式引き受けたいという人が出てくるタイミングは、このあたりですよ。つまり もう定款の認証が終わっちゃっていて、定款記載した後ですよね。ってことは、この段階でやっぱり、あのー、変態設立事項だって言って、検査役の調査がいります、ちょっとこれはあのー、大変ですよね。なので、募集設立の場合で、株式引き受け人がいるとしても、それは必ず金銭で払い込みをしてくださいと。 現物出資はだめですよってことがしっかり頭に入っていなければいけません。はい。ですね。あともう一個重要ポイントが、もしじゃあ、期日つまりに払ってくれなかった人はどうなりますか当然に株主となる権利を失います。つまり、発起設立の場合だったら、 払い込みされなくてもね、発起人がもう1週間待ってやるからねって言って、その1週間でも払わなかったら、そこで初めて失権しますが、今回は一発、期日の払い込みなかったらそこでおしまいです。これをね、当然失権と言います。当然失権すると、はい。ワンポイントに書いてますね、発起設率と比較しておきましょう。 発起人は最初から、ね、ずっといるメンバーですから、まあ、少し多めに見てあげますがこの場合って途中から入ってきたメンバーでしょ途中から入ってきた赤の他人がいてで期日までに払ってくれないってことは、まあ、信頼できないわけですよだったらまそこで権利打ち切るぞって方がいいよねはい、ここをしっかり押さえてくださいねということですはい、あとはね27ページのところで創立総会ですか これお披露もともとの会社設立の発起人と、あとは会社に対して別途出資をした方々をまず集めると。で集めて話し合って決めていく、これが創立総会ね。うんでまあ、株主総会は会社ができた後で、会社ができる前、創立総会とは言うんですけど、 まあ株主総会はいろんなことを決められますが、創立総会って、やっぱ会社ができるまでの話ですから、できることはね、会社の設立に関する事項に限られますよ。ということを押さえておきましょう。あとは、設立時取締役は、募集設立の場合は、ここで選んでいきます。あの、発起設立は、発起人のね、 議決権の過半数の同意で取締役を決めましたが、創立総会はここで話し合っていくので、ここで決めていきます。うん、その辺が違いですかね。あと、設立登記は一緒ですからね。設立登記がないと完成しないのは一緒ですから、これは、発起と募集が一緒ですね。はいということになっていきまして、まあ、とにかくとにかくね、会社設立は、 自分が会社を作ったらって感覚で見てください。そして、えー、条文とかはまた見ていくケースがあると思うんですが、常に会社作る段階のどの辺なのかって意識してください。最初なのか、真ん中なのか、終わりがけなのかね。そこをしっかり意識しながら条文読んでおくといいんじゃないかと思います。はい。まあ、これで1問拾える可能性高いですからね、確実に1問、ね、拾っていただきたいと思います。はい。じゃあ、 次回回回がが最最終終なんでですすね最終回がこの一般知識編です、まあ、政治、経済、社会、そして個人情報、いろんなテーマがありますけども、まあ、今回あ、次回ね、次回最終回で扱っていくものは、個人情報保護法ということになっていきます。なので、一般知識、正直どこから勉強しても構いませんから、あのーまあ、政治からテキストはありますけどね。 それを全部飛ばしていただいて、個人情報部分だけ見て、次の動画を先にね、あの確認してもらっても、それは構いませんよ。はい。まあ、皆さんの勉強の進捗のうちで、そこはあ変えていってくださいね。はい、えー。それでは第14回目は以上ですね。次回、最終回もよろしくお願いいたします。